名古屋市営バス等西営業所名古屋市営バス等西営業所は愛知県名古屋市中村区等西町171にある名古屋市営バスの営業所である最寄りのバス停留所は稲西車庫であり主に名古屋駅発着中村区中川区北東部の路線を担当している旧番号は1251989年の再編時に 並木町から縦手でで並木にを経由する支線が設けられ、これが1998年の再編でカラス森駅を経由するように変更されたのが明駅22であり、従来の路線が明駅23となった。両系統は、情勢病院縦手での経路が異なる。なお、昭和50年代には、現在の地下鉄岩塚を経由せず、 情勢病院前からさらに南の道を岩塚石橋へ抜けていた。2019年の再編時に、情勢病院前停留所が、情勢病院に改称された。平成20年度の営業係数は、名液22号系統が202、名液23号系統が144であった。両系統ともほぼ終日、60分ごとの運行。市は朝と夜間のみの運行である。 9番号は12。なお、視線である12位については、中村13号系統の項を参照のこと。名古屋駅は直接経由しないが、笹島町停留所から徒歩圏内にあり、接続している。日中の運行本数は、毎時3本程度で、平日ラッシュなどには増便される。中村13と同様に、同法大学。 名古屋音楽大学、同胞高校への通学路線としての意味合いがある。平成23年度より黒字を維持している。Q125 の支線。1989年の再編で、現在の折が新設され、2003年に横井大橋が架けられたことで現行の経路となった。平成20年度の営業係数は141であった。 2012年9月1日の改正で、中村公園行きは、横井町に停車しなくなった。日中は、本と檻が、毎時一本ずつ、交互に運行。Q120。中村公園から岩塚、万場大橋を経由し、姉妹町交差点から環状2号を南下、終点近くのハットリチ交差点を左折し、松下地区、春田駅を経由して、 服部へと向かう路線である。2016年3月までは、服部と交差点を直進、春田た交差点を左折して、松下地区を半時計回りに一周した後、元北服部っ交差点を、今度は、東から西へ横断して、服部へ向かうという特徴的な経路を持っていたが、これはもともとこの系統に、松下駅と、はっとの2路線があり、 それをまとめたためである。1998年までは、現在の服部1、ハッ2バス停が共に、服部屋妻だったため、同一停留所を二度通る形になっていた。2003年12月の再編で、中村11が延長されて、松下地区を通ることになったため松下経由を止めたが、2004年4月に、元の経路に戻されている。 平成20年度の営業係数は147であった。朝夕ラッシュを除き毎時1本の運行。本は昼間時のみの運行で本数は檻の方が圧倒的に多い。これは檻が三木中村1や中村12と中村公園を発着する系統の出入戸線として機能しているからである。9番号は12 e もともとは 114, 小出木町市役所名古屋駅対抗通り3丁目、中村公園稲西車庫という路線で、後に、稲西車庫中村公園本陣名古屋駅、笹島町対抗通り3丁目、中村公園稲西車庫という循環路線に、経路変更された。その後短縮されて、名古屋駅、笹島町対抗通り3丁目、中村公園稲西車庫という経路になったが、 名古屋駅、中村区役所で、桜通線と競合することから1989年の再編時に、稲西車庫中村公園、中村区役所、ちなり通稲西車庫という循環型の経路に、仕立て直された。1998年の再編で、本は、中村区役所、中村公園稲西車庫に短縮されたが、2016年4月の再編で、 名古屋駅対向通り口を経由する、左回りの循環系統に再編された。平成30年4月1日より、中村保健所南停留所の名称が、同市の保健所組織改正に伴う、名称変更より、中村保健センター南停留所に変更された。途中の貨物家町付近に、同法高校、同法大学、名古屋音楽大学があり、学生の利用が多い。 平成20年度の営業係数は86であった。本は日中に60分間隔で運行。日中の檻は毎時2から3本程度の運行。旧番号は35。2004年の再編までは中川営業所の担当であった。地下鉄高畑発着の系統の内八田駅の駅前広場へ乗り入れているのは当該系統と 高畑13、深夜2の3系統。中川営業所が担当する高畑14とは同じような起点と終点を有するが、ケミア付近を除き途中の経路が異なるため、方向幕は富永南洋交通広場、または富永八田駅となっている。2014年6月の再編で両茶橋の回転場が廃止、同時にイオンモール。 名古屋茶屋構内に南洋交通広場が開設された関係で終点が変更になった。平成20年度の営業係数は161であった。日中は本と檻が約30分間隔で交互に運行。本系統は三木中村一のように岩塚からまっすぐ戸田荘へ向かうのではなく地下鉄高畑から一旦南西に進んで、 県や国道三百二号、春田駅経由で戸田荘へ向かい、中川区の多くの地域をカバーする。大回り経路となっている。一九百九十三年の再編で新設された旧三十五の支線が前進。その後、系統番号が三十四に変更されて、一九百九十八年の再編で、それまでの八王子町経由を現行経路に改め。 系統番号を中川区とする。2000年の再編で中川区にが新設されたため中川区1へ変更。2004年10月に現行番号となると同時に所管が中川営業所から変更された。平成20年度の営業係数は214であった。ほぼ終日、毎時1本の運行。地下鉄高畑体験屋は 高畑14や高畑15とは経路が異なり大東籠橋を経由する。営業係数が悪いため中型バスや小型バスで運行されることがある。南洋巡回は地域巡回バス。地下鉄に接続しない。当初は春田駅包み里から両茶京南洋中学校春田駅という循環系統で2010年の再編で 春田駅と出そが延長された。春田11は南洋巡回の運行しない朝夕に運行される。2014年6月の再編で両茶橋の回転場が廃止、同時にイオンモール、名古屋茶屋構内に南洋交通広場が開設された関係で南洋巡回は経路及び終点を変更。春田11は終点が変更になった。なお、 春田11の経路は、イオンモール、名古屋ジャヤを取り囲むような循環型になっているが、春田駅方面南洋交通広場、春田駅方面という形の乗り越しはできない。南洋巡回の2007年度における営業係数は、名古屋市営バスの中で最も高い642で、ある。2008年度の営業係数は、春田11号系統が513。 南洋巡回が647であった。一時営業係数が1000近くまで悪化するほど赤字が大きくなったこともあるが、2014年度以降は、イオンモール、名古屋茶屋の開店などがあり、春田11号系統、南洋巡回とも営業係数は徐々に改善されつつあり、両系統とも400を切れた。2015年度の営業係数は、 春田た11号系統が327、南洋巡回が359であり、2016年度の営業係数は、春田た11号系統が313、南洋巡回が338であり、2017年度の営業係数は、春田た11号系統が308、南洋巡回が319であった。2018年7月より、南洋巡回には、 ナンピーという愛称がついた。2004年10月に新設された地域巡回バス。前身は中村区一、稲西社湖、笹島町から稲西車庫豊か公共新富町間の新富町交差点、中村高校前交差点はかつて用水路の一部であった。2015年4月に経路が若干変更となり、稲鉢公園や名古屋駅を経由するようになった。 平成20年度の営業係数は276であった。2004年10月に新設された地域巡回バス。地下鉄に接続しない。2013年4月に若干経路が変更され宮田層を経由している。2008年度の営業係数は284であった。本陣17時43分発。 稲西車庫8時13分発の一往復のみ運行されている。中村日赤病院停留所は名古屋第一赤十字病院の前に設置されている。中村公園までは中村十三と同経路であり保管路線となっている。本陣と稲西車庫を結ぶ路線としては上述の中村巡回があるが、 同系統とは異なり地下鉄の経路に沿って結んでいるため所要時間が圧倒的に短い。車庫から少し南に行ったところにある。すべて当たりバス停が始発であるため、片方の停留所は降車所となっている。発着する系統は以下の通り。もともとは三菱自動車製の車両で統一されていたが、 入札制の導入や営業所の再編により、現在では他メーカーの車両も多数配置されている。ワンステップバス、ツーステップバスは配属されていない。なお、2021年8月より NS-411 が配属となり、これが最も新しい車両となる。 名古屋市交通局総務部広報校長室、江戸交通局ニュース175、ウィキメディアコモンズには、名古屋市営バス等西営業所に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。